おしゃんなキーボードを作ったわね。この動画では僕が考えたサイツヨのスタッダードキーボードを作った経緯と、どういう思想で設計したのかについての解説をするわ。まずはじめにスタッカートタイプのキーボードで、今画像で出てるタイプライターっぽいやつね。我々が常日頃思う不満点は、左手小指に一番負担の少ない場所にキャプスロックが配置されている。日本語配列だと記号の配列が非合理的。英語キーボードの場合だとコロン、セミコロンが同じキーに、クォート、ダブルクォーテーションが同じキーに配置されてて合理的なのよね。その他にもカッコの配置が合理的だし、キー配列に関しては英語キーボード位置よって感じね。次に日本語キーボードでは、カナウチユーザーのためのカナ記号が印字されているし、カナ変換キーも配置されていて、いたせりつくせりなんだけど、私、カナウチしないわ。カナウチしないわ。大事なことなので2回伝えたので、平均すると約 10% のスタンドユーザーはカナ支払っていいんだけど、使わない人にとっては、カナ印字は目障りだし、カナキーも邪魔で。あとは、2020年の流行として、右側にケージアップとかのキーがついたキーボードが流行し始めたけど、この辺りの縦の列ね、タッチタイプする上で障害になるわ。指が一番端がエンター、バックスペースって覚えているのに、このデザインだとタッチタイプするときにエンターを押したつもりがページアップを押してしまうことになるからね。それと右側に配置されたシフトキーとかも私は使ったことがないわ。最後に、日本語ユーザーにとって変換無変換キーがあるとこの辺のキーね、タイピングがはかどるんだけど、そうすると記号の配列が非合理的な日本語配列を使わざるを得ないわ。一方で記号の配列が合理的な英語配列を使う場合は、変換無変換キーがないから OS でゴニョゴニョしなければならないのよね。まとめるとこんな感じね。市販のキーボードはどれも一長一短なのよね。そういうこと。これらの不満点を解消したキーボードを作りました。上の部分はハッピーハッキングキーボードと大体同じで、左手中央にコントロール、エンターキーの上にバックスペースキーを配置したわ。コントロールキーはカット&ペーストだったり、画像編集や動画編集するなら調節対応するキーね。大体は左下に配置されているんだけど、アメリカンコミックライターでもないならキャプスロックなんかよりもよっぽど優先度が高いと思われるわ。そんな感じで、上段は US 配列、下段には無変換、変換を配列したキーボードを作ったわ。 US 配列と日本語配列のいいとこ取りのキー配列ね。工夫した点で言うと、右側下段に存在するキーは全廃止したわ。この辺りに存在するコントロールとかページキーとかシフトキーね、破壊と創造ってやつで、調べた限りだとこのキーを使っている比率は約 4% くらいだと思われるわ。 4% のニーズにはマッチしないかもしれないけど、そのわけ右下には十字キーしか存在しないから、触覚だけで十字キーにアクセスしやすくなるわね。キーボードを作る上で、とにかくミニマルであるということと利便性を追求して作ったわ。このあたりはデザイナーでミニマリストのおまんじゅうにお願いしてこだわって作ってもらったわ。コンマ1ミリ単位で位置調整したり、フォントも4種類くらい試したり、カーブの角度を3パターンくらいサンプル作ったりしてて、ミニマリズムとは心の病なんだなって心で理解できたわ。そんな感じで徹底して切り詰めた、いい感じのミニマルで利便性の高いキーボードデザインができたと思うわ。カナウチユーザーや右下のキーを使うユーザーのニーズには応えられない形だけど、新しいものを作るっていうのは取捨選択だから、このあたりはこだわりを追求した感じね。このあたりは既存のキーボードと同じようなキーボードではなく、新しいキーボードの形を提供したかったの。すっきりしたいいデザインだと思うわ。この部分もわざと隙間を空けてあって、触覚だけで無変換キーを認識しやすくするための工夫らしいわ。スペースキーが分かれている部分はスタビライザーを入れたくなかったかららしいわ。スタビライザーがなくてもキーピッチが16ミリなのでブレたりしないわ。一番キーがブレる可能性が高いエンターキーでもスタビライザーがなくてもそこまでブレません。
キーピッチというのは各キーの隙間のことを指します。一般的なメカニカルキーボードだと 19mm、 MacBook とかのラップトップで 17mm くらいです。せっかく作るならキーピッチもこだわって作ろうってことになって、メカニカルキーボードだけど 16mm で作りたいってことで、このキーボードのキーピッチは 16mm 用メカニカルキーボードと呼ばれる高級キーボードで、 16mm キーピッチの商品は存在していないので、このあたりもこだわって作りました。各キーの移動距離が縮まるので腱鞘炎リスクが低減します。ただし16mm キーピッチに対応したキーキャップが存在しないために、 16mm キーピッチに対応したキーキャップも3種類作ったわ。おまんじゅうがやめたり。次にハードウェア的な部分でのこだわりとして、日本語キーマップがロードされている状態ならシフトプラス2でちゃんとアットマークが表示されるようにしたわ。おまんじゅうが。これは Windows のハードウェア的な癖で、英語キーボードユーザーが日本語環境で英語キーボードを使う場合に代表的な例で、シフトプラス2でダブルクオートが入力されてしまうという不具合みたいなのがあります。この問題を解決しているので、いちいち 101US キーボードにして接続するという必要がないわ。好んで US キーボードを使う日本語ユーザーが不満だと思う代表的な2つである、 101US キーボードに設定を変更しなければならない、無変換、変換キーがないという問題を解決したキーボードとなるわ。本当に真剣に考えて、いたせりつくせりのキーボードを作ったのね。そういうこと。さて、ここからが本当の地獄の始まりだったの。何じゃの。現在主流の自作キーボードを作る方法として、マイクロコンピューターっていう小さい基板を使ってキーボードを作る方法が一般的なんだけど、画面に映っている小さいカードみたいなやつです。この方法だとどうしても基板が厚くなってしまうって欠点があるわ。この基板を薄くするために、電子工作なんかさっぱりわからないところから、基板に埋め込むところまで持っていったわ。おまんじゅうが。やめたげてよ。ちなみにどれくらいチンプンカンプンのところから始めたかというと、オッケーおまんじゅう、オウムについて教えて。オウムっていうのは鳥さんの仲間で、訓練するとコミュニケーションできる鳥さんなので、ちなみにカカボって飛べないオウムがほっそ可愛いので。オウムはオウムでもオウム違いね。カカボ可愛いので。こんな感じで電子工作のデの字も知らないところから始まったわ。よくこんな状態から作り上げたわね。失敗。やめたげてよ。こんな感じで大量の高級文鎮を量産したわ。失敗3回目くらいであんこが折れかけて、5回目以降は何も感じなくなったって言ってたわ。でも最終的に完成させたっておまんじゅう優秀すぎでしょ。私もそう思うわ。このプロジェクトはおまんじゅうとおまんじゅうなくして成功しなかったと思うわ。こんな感じで LED バックライトまで仕込んじゃうし、おまんじゅうが1日でやってくれました。 USB-C だし、ポットスワップ対応よ。すごすぎ。接続可能なメカニカルキースイッチは KAL1CHOCBR2 です。 KALHCHOCVER1 も足を切り落とせば入るわ。ただしキーピッチが 16mm なので、 16mm のキーピッチに対応したキーキャップじゃないと入りません。それとキーキャップも無変換、スペース、変換キーの親指で押す部分のキーはナローデザインにして、親指が引っかかりにくいようにデザインしたっておまんじゅうが言ってたわ。はえ、さすがおまんじゅう。最後にキー配置ね。キー配置は左下のチェンジキーを投げ指しすることで、ファンクションキーを入力したり、キャプスロックとかプリントスクリーン、ボリュームアップとかの各エンターテインメントキーの入力が可能です。それと十字キーも WSD に配置してあるので使いやすいです。このあたりはおまんじゅうがこだわって設計してくれたわ。このキーボードには Windows モードと MSC モードを切り替えるボタンがあり、チェンジキーを押しながら追うか P をクリックすると各 OS に対応したキー配置に変更されます。 Mac と Windows で大きな変更点はないのですが、Mac では A 数、カナキーが無変換変換キーの代わりに配置されており、
実質コントロールキーであるコマンドキーをコントロールキーの配置された場所に配置してあります。いたせりつくせりで作られたキーボードなので、それとキーボードカバーがパームレストになる部分もこだわって作ってあり、検証編リスクを低減するエルゴノミクスデザインになってるわ。はえ、さすがおまんじゅ。最後に頑張って作った PV を流すわ。このキーボードの購入先は概要欄に記載してあります。